貧困化進む。はい、トリマチャンネル始めていきたいと思います。5月10日水曜日。はい。えー、悲しいね、えー、ニュースが流れてきてましたので、ちょっと喋っていきたいと思います。えー、3月実質賃金が2.9%減で12ヶ月連続物価上昇に追いつかずというね、えー、記事で <laughs>、 物価上昇を反映した2023年3月の実質賃金は2022年の同じ月に比べて2.9%減少し12ヶ月連続のマイナスとなったと厚生労働省が従業員5万人以上の事業者を対象に行っている毎月勤労統計調査によると物価の変動を反映した実質賃金は2022年の同じ月に比べて2.9%減少したと12ヶ月連続のマイナスとなりましたということでもう去年 去年というか、もう1年間ね、マイナスやったということでね、本当に笑いますね。はい。基本給やじ、えー、残業代などを合わせた人、働く人1人当たりの、えー、現金給与の総額は29万1081円で、えー、前の年の同じ月から0.8%増えた、ー、が、物価の上昇率が上回ったことになると。はい。ということでね、えー、1年間ね、えー、結局、 実質賃金ね、手取りは増えておりませんでしたという、ね、結果が出まして、まあ、日本人ね、えー、まあ給料ね、総額、えー、給料総額の、えーねえー、見た目だけは、ね、上がってますけど、まあ、3%とかね、えー、まあ大手やったらね、25万、まあ、初任給が25万とか30万になってますよっていう、ねえー、話もありましたけれども、結局ね、あのー、1年間、ね、手取り、 増えず、マイナスやったということが、ね、判明しましたので、日本人ね、あの貧困化進んでるなっていうのを、ねえー、感じながらね、ね、えー、我々ね、居酒屋業界のね、えー、収入が減って,減ってたら、ですねじゃあ飲みに行こうかっていうね、えー、頻度は減りますので、えー、思いっきりね食らう業態なので、まあまあ、ゆゆしき事態だなというような記事でございました。はい でまあ、昨日もねあの、時給アップの、ねえー、シミュレーション、ねえー、ちょっと、えー、してみましたけれども、なんぼ上げてもあの取られる方が、ね、多かったりしますし、なんだったらね、扶養やら何やらのね、百、えー、何万の壁とかありますので、上げたところでっていうね、えー、あれもあるんですよね、それ、何、懐具合増えるのっていうね。 余計働き、働きにくくならないっていうようなね、現象すらね、起きますので、まあ、なんかね、本当になんか泣いちゃうなっていうような、えー、気持ちでいっぱいでございます。はい。えー、その中ね、さらにね、泣いさせてくれるのはね、カラット周辺に嫌がるね、野良猫。なんとね、うちのね、エアコン、もうすぐ夏場が来ますけれどもね、エアコンのね、室外機のね、熱風がこう出て,出てきたらちょっと、 気が悪くなるんでね、そういう室外機の熱風をね、えー、逃がすね、あのー、板をね、去年、去年おととしかな、えー、作ってもらってね、それからもうガンガンにね、えー、部屋が冷えるようになったんですけれども、そこに猫が侵入してからね、そこから出たいということでバ、ね、バーっとね、破壊されておりました。 はい、ということでね、まあ、ここからね、熱風が漏れたらね、意味がないので、もうしょうがないから、どうにかしてからね、あの、断熱材がなんか変わってきてからね、穴塞がんや、えー、エアコンのね、効きが悪くなっちゃいますのでね、あーっていう感じでね、クソ猫がと思いながらね、えー、もうちょっとね、泣いました。はい。まあ、そんな中ね、あの、ここまでね、ゴールデンウィーク明けね、連敗が続いておりましたけれども、今日はね、なんと、えー、創業時代のね、 えー、常連さんが部下のね、えー、方々を連れてきてくださったりね、えー、常連さんねご来店くださったり、えー、ちょっとね今日はびっくりしましたね、えー。思いのほかじわーっと伸びよったんですけどね、ね最後の最後までじわーっと伸びて、終わってみたら、えー、炸裂で終了ということでね、意外と、えーね、水曜日、中日ね、ね、えー、週の中日でね、えー、平場で、 超炸裂、超じゃない。炸裂がね、出るとは思っても見ませんでしたので、驚きましたということでね、えー、かなりね、ありがたかったですというお話でございました。はい。はい、というわけでね、もうね、もういろんなもんがね、レジは、もうレジは壊れるわ、えー、猫に破壊されるわ、ね、本当にもう勘弁してくれよと、ねえー、いう状態が続いておりますけれどもね、もうレジがないとね、もう手計算でね、 もう電卓で歌うにゃいけんからめんどくせえめんどくせえというね、えー、感じでございますという感じですねまあでも今日はね、えー、ゴールデンウィーク明け初の、ね、白星が飾ることができて、えー、よかったですというお話でございましたでまあ12か月、ね、連続実質賃金が、えーねえー、マイナスと,、えー、ということなのでもうね、えー、貧困化が進んでるんだなあというのを、ね、見ると本当に切なくなりましたというお話でございました はい。えー、というわけで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。で、終わります。